はい、どうも皆さんこんにちは、凡人でございます。ということで、今日はですね、 FC 岐阜対 FC 琉球のレビューというところでやっていこうというふうに思っております。結果は2対2ということで、後半ね、なんとか追いついてという試合でしたけれども、正直この2対2というスコア以上に岐阜というのは、今日は本当全然、うまく機能せず、特に前半は本当に相手がね、好き放題やったみたいな、ちょっと言い方が悪いですけど、そういった試合展開というところで終わってしまいました。今日は岐阜の方はですね、スタメンを、天皇杯のね、ところを含めての変更ということで、萩野をね、ボランチと、ボランチ起用で、オイジーサイドバックっていうところで今日は使ってきてましたけど、今日結構正直ダメダメなゲームだったんですけど、この萩のボランチっていうのは非常に良かったですね。やっぱり運動量があって、もともとも、最終ラインの、選手というところで良かったですし、あとこう、前半ですね、田口へスルーパス、斜めのこのスルーパスっていうのをね、一本、とてもいいのをね、ちょっと田口外しちゃいましたけど、打てていたっていうのは、これ非常に良かったですね。これは本当、今後も続けていってもらいたい形だったですし、田口にはやっぱり決めてもらいたかったシーンだったかなというふうに思っております。今日そこはですね、特に言うことはないんですが、それ以外に、いいとこを探せって言われてもちょっとね、申し訳ないが、ない試合だったので、今日じゃあなぜ岐阜は前半あれだけコテンパンにやられたのかっていうところなんですけども、まず、一番僕、だっていうかもう皆さんもね、一番多分思ってるところだと思います。バックパスが多い。もうこれに尽きると思いますね。やっぱり例えば相手はね、今日は 3-4-2-1、5-4-1 のような感じで守る相手に対してですね、岐阜はいつも通りセンターバックからしっかりボールを繋いでいくと。で、今日もちょっと可変変則気味に石田をワイドに張らすっていうような形で、オイジをね、その場合には3センターの左に持っていくっていうような、こういう可変システムで、ある意味ミラーゲームみたいな形を作り出そうというところで今日はやってきたと思うんですよ。で、やっぱり相手はね、どちらかというと前線からある程度しっかりプレスをかけていって、相手もどちらかというとリーグ5位のね、パス数の多いチーム、ちなみに岐阜はリーグで3番目ですけれども、そういったチームの中でやっぱりこう岐阜の悪いところっていうのは、前線にね、ターゲットマン、特に背の高い選手がいないっていうのもね、一つ理由にあるかもしれませんけど、やっぱそれ以上に単純にまずはやっぱりバックパスでとりあえず回避しようっていうところがね、やっぱり出てきちゃうんですよね。例えば庄司に入った、相手がね、2人がかりでプレスに行こうとする、パスコースができない。じゃあとりあえず一旦川上に下げてみようかとか、甲斐に下げてみようかとか、ちょっと石田がね、折り気味になったら石田のところに一回預けてみようっていうか、やっぱりこういったところでボールを下げてしまうと、必然的にラインっていうのは全体的に下がれざるを得なくなりますよね。やっぱりボールをまずはしっかりつなぐっていうところが大前提にあるがゆえに、みんなこう下がってくる。で、対する琉球はしっかり、ボールに対して、プレスをしっかりともう人数をかけて、攻めていくという形をもうこう作り出していくわけで、やっぱこういったケースが多いとショートカウンターに持ち込まれて失点するというところが特に多くなるっていうところでですね、やっぱりこのこうバックパス、何か理由があってバックパス、例えば、そうですね、単純に例えばロングフィールドを蹴れる選手がいて、もう前線にもターゲットマンがしっかりいて、なんか相手がプレス切れて、前線に例えば仮に田口がいたとしてですね、やっぱここに通せるっていうところをもう明確に持ってるんだったらバックパスしてもいいと思うんですけど、ある程度このプレスに来てて、多少なりともね、荒木とかこういったところにスペースがあって、出せるのに一回下げて出そうとするとワンテンポ遅れますよね。で、ワンテンポ遅れたらそれ相手はその間にしっかり全員で詰めてきますから、自然的に出せたパスも出せずに、カウンターに逆に持ち込めた場面も持ち込めずに、
終わってしまうと、まあ、これが特に前半徹底的にやられていたというところで、まあ、あと、まあ、単純にあの算数の問題って、まあ、そんな単純な、ね、風に言っちゃ、ね、ダメですし、まあ、俺僕みたいな、ね、ど素人がそんなこと偉そうに言ってちゃダメなんですけど、本当はね、今日相手はまあ 3-4-2-1 って言いましたけど、攻撃時はですね、まあ、極端に言えば 3-2-5 になるわけですよ。ワントップ、ツーシャドウ、そしてウィングバックが簡単に上がって対応と。そうすると、まあ、ここで単純に4対 5っていうのがいうところで、まあ、これが1対1の局面を作れてれば問題ないんですけど、こうなると必然的にやっぱり、ね、4人だったら、例えば相手の右サイドに寄っていったらこの1人は空くわけで、やっぱ後ろに1回下げてここに展開されたら、やっぱり深くまで持ち込まれて、クロスというか、まあ、あればカットインもあるっていうところで、やっぱりそういったところでこう1対1の局面をね、なかなかうまく作り出せなかったっていうのも一つの、岐阜の今日は特にあれだ、良くなかったポイントだったかなというふうに思います。まあ、得点シーンもね、まあ、正直、まあ、コーナーキックと藤岡の、まあ、藤岡の反転からのシュートっていうのは本当に素晴らしいもんでしたけど、やっぱりこの同点に追いついたっていうところ以上に、前半もう早々に2失点してしまったっていうところを、まあ、今日はとにかく、見ていかなければいけないポイントだったかなと思います。まあ、正直ね、相手が調子がいいからとかそういうことではなくてですね、今までやっぱり岐阜がね、たびたび抱えていた問題が今日はもう特に前半、開始直後に一気に出てしまったっていうところで、まあ、特に1失点目なんか完全に、中盤からロングボール一発で、このディフェンスラインの間、この4枚の間をうまく抜けられるっていうシーンでしたし、やっぱりロングボールを出せるっていう時は、大体もうボールを、例えばパスを出す人のところがもうスッカスカで、もうある程度余裕を持った状態で、なおかつディフェンスラインもある程度上がり目で、なおかつ、しっかりと、ね、入り込める隙間を作ってしまったと。まあ、これは本当ね、琉球の方がもうね、すごくうまかったですね。パス出した人もそうですし、点決めた白井選手もそうですし、非常にうまかったんですけど、やっぱりまだまだ相手に隙を今日は与えすぎたゲームだったかなというふうに思っております。次はもうね、まあ、天皇杯ではなんとか勝ちましたが、沼津を迎え撃つというところで、まあ本当に、厳しい戦いがね、続いてきますが、まあ今日負けなかったから良かったではなくてね、まあ実質負けたというような試合だっただけに、まあまた一からね、チームとして、やるべきこと、相手への対策っていうところは徹底的に行っていかなければいけない試合だったかなというふうに思っております。ということで、今日はですね、軽くですが琉球戦のレビューというところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。